どうも皆さん、おはこんばんにちは。おっとじゃったっす。ボイドバスターズ。続きをプレイしていきたいと思います。メロさん頑張ってまーす。作業台戻って、今のところ位置確認モード。何位置確認モードって。オイルで滑る時間50%。あー、こういうのいいね。さてと、マップに行き、ここにライフプリンターがあるらしいんでね、行きましょうか。体力ちょいちょいと回復すれば。550もありますからね、メロさん。もう最強ですよ。しかも1回で35回復してな、おい。食料そんなに使わなくてよかったんじゃない？行きます。だいぶ弾なくなっちまったから、レギュレーターに切り替えて、ザッパーでいいかな。キティボットも強いんですけど。いるのがキッズと管理人ということで大丈夫でしょう。行きまーす。待って、別のエアロックから脱出できる。脱出しにくい。え、どういうこと？あー、スタートこっから入るけど出るのはここって場所ね。了解。待合室、休憩、FTL。ライフプリンターどこにあるか。オフィスにあるイメージだよね。最初の時もゲットしたから。だから操縦室通って、戦利品の場所を確認し、オフィスに入り、っていう流れでいきたいと思います。行きます。早速、こっち側。めっちゃいるじゃん、敵。やべ、タレットがオンになってんのやばいな。うわー、その煙の中から普通に出てくんの。いっぱい落とすね。オッケー。タレットがある。操縦室通って、オープン。管理人が見えたな。データゲット。敵の位置ダウンロードもいいな。よし、ダウンロードしてみよう。認証中。完了。わお。敵がいた後なのか。こっから敵は出てくんのかな。今ぶんねこの先にいる。便利だね、敵の位置わかんの。あ、すごい勢いで移動してんだな。あぶね。遠い。ライフプリンターゲット。よし。この中にもなんか普通に落ちてるものはない。拾ってリフト。何なんだリフトって。やっぱりこれでもリフトってこと。敵が湧いてくる場所だな、これ。気ぃつけねえと。もう無理に倒す必要性はないよね。弾の無駄。邪魔をするんじゃねえ。で、警備室の前にもリフトがあって、踏んでも大丈夫なのかな。出てくるね。酸素ゲッチュ。ガソリンをゲットして、はい、飛びな。ふぅ、タレッツ。あぶねえ。タレットがあったわ。それで、よし。電池と
あ、これか。ただ進めないね。困ったやつらだ。下から行くか、待ち合室から。どうだい？完全シャットダウン30か。45秒止めて一気に行くぞ。あったあった。権限不足だよ。何が入ってんだろう。オープン。輸送規定なんだ。待合室来て右タレットがある。あと22秒敵がいる。パワーアップさせて右に何かあるな。タレットがあと13秒。早く開け、早く開け、早く開け。なんかもう一個ゲットした。無心面があんね。これで全部か。で出て戻って、はい、こっち脱出しまーす。当たんねえぜそんなの。さいなら。めっちゃゲットしたぜ。ふぅ。そんなに食料とかゲットできてないんだよね、ガソリンも。弾薬ハンター。はあ、住居モジュールで発見可能。あとタレットマネージャー、やったー。これでタレットにアクセスする権限が手に入ったぞ。でゲットしたから次は ID か。 ID はこちらへ。ファストワッカーは持ってる。何これ、利点400から 600HP ってどういうこと。行ってみるか。移動。まあ、でも回復しちゃうからな。なんだ、あ、まあ、体力回復してくれる場所ってことでしょ。でも35回復するからさ、食料使えばほぼほぼなのよね。545まで回復できちゃうから。下通って、特製食料すべての材料。食料あんのか。まあ、スクリューがちょいちょい入れて。スモーキー、煙が充満している。どういうことだ。レッツゴー。ちょっとお邪魔してみようか。あ、だいぶホッチキスの弾増えてきたし。ザッパーをまだ使ってないんだな。お邪魔しまーす。スモーキー。これがザッパーか。暗いね。すぐ入っちゃったけど、操縦室に向かって。気づかれてないぞ。こんにちは。確かにスモーキーだ。煙があるだけで見づらいだけか。マジで見づらいなこれ。触っちゃいけねえかなと思ってたけど、ただの怖いね。ツーリストたちが来るな。来た来た来た。オッケー。回収することができるのか、もう今触れたら爆発するのかがわからない。
ああ、できるのあんな、こっちだ。必要なものはこっちにある。エクスタシーゲット。スモーキーだよ。もったいねえかな。スモーキードッキー。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかすごい引っかかって進めなかった。逃げましょう。閉められない。中に敵いいんだな。撃ってくるね。まったく痛えぜ。開かねえな。開けましょう。基本いいものが入ってるイメージ。メタルチュー、音楽かっこいい。電源はオンになってます。こっち側いけるぞ。浮いてる音が聞こえる。あー、レストランにすげえアイテムがあるんだ。ツーリストだな。ツーリストが爆発した。一つロックがかかってるぞ。5枚足りねえ、チケットが。出口はそこ。当てたらどうなんだ。あ、凍った。イエーイ、じゃあねーこの先行って、そんなもんかな。あと燃料だけだと。オッケー。マジでよくないな。いや、取れ。ふぅふぅふぅ。今チケット何枚持ってる？メリット20しかねえな。あっぶねえ、ザッパーがあってよかったわ。312まで体力下がった。あ、違う、一個右。帰る。あぶねえ、スクリューだらけになっちまったよ。お、さらにアップグレードできるぞ。ダメージ25が設置時間が半分。じゃあこれでアップグレードしとこうかな。戻ると、これはもういいんだよな。あー、燃料電池、燃料が回復、回復しようか。利点、これでいってみよう。はーい、203回復。うん、素晴らしい。ふう、全回復して、防弾チョッキ用のやつアップグレードできるかな。魚雷保管所あり、どこに魚雷が保管、脱出しにくい。ちょっと難しいんだね。行ってみようかな。行くぜ。で、ハンドガン、ファストワッカー。
スクリュー、小、キッズがたくさんいる。キティボットかな。いやでも対スクリュー用にザッパー持ってきたいところもあるけど、まあキティで。こっから入ってここから出なきゃいけない、スティーブン乗るには。で、魚雷がある。まあ今日はもうあれだね、操縦室に向かおう。右出てもう右沿いに行けばいい。そう簡単にはいかねえかな。やべやべ、ここオイルが。なんだよ、気安く呼ぶんじゃねえ。ジャンプ、やっちまった、滑る。攻撃されてるね。ナイスキティボット。滑るよ。ああ、回収。他にあったかな？ないね。警備を通り。ゴー！さあ、警備で。はい。ちょっと休んでてくれ。15で。敵の位置が10か。敵の位置見よう。この先いない。最高だぜ。そんなにいねえんだな。うん、こっちじゃねえ、間違えた。DNA。 さあ高速パッドはゲットして、あ、ここか。ゲット25か。やっぱりあれだな、赤い扉。なあ、また滑ったぜ。よし、なんかいい DNA ある。タレットと感じはレイアウトにマップ。わあ、セキュリティエクスパート、筋骨隆々追加。追加ヘチ、ノックバックせず。ああ、これオイルで滑んなくなるのか。タカリアをベタベタなし、入れ替えは困るよね。潤滑剤が漏れていても影響されない。うん、追加 HP っつっても550あるしな。あ、ちょ、セキュリティエクスパート。あ、ほんとだ、タレットの位置が分かるようになった。で、左側行けば脱出と。敵がめっちゃいる。ガソリンだけ取りたい。はい、でタレットの位置があるの分かってって突っ込んでまった。おい、倒したー。初めて倒したぞ。一応ヘッドショットした方がダメージがでかいのか。でかいみたいだな。もうやめよう。酸素がちょっと少なくなってきました。他もう一個か。お邪魔しました。拾いたいけどちょっと無理。
ぐるっと回っちまったぜ。安全に行くには…安全に行くにはまっすぐ行って左からの警備通ってって感じかな。滑っている。酸素だけ。オープン。まあね、いつかやられる日が来る可能性があるから、やらないように頑張らなきゃいけないんですけどね。ステップ。今書いてあったね、ブッシュワーカーは自分近づいても爆発しないって書いてあったから、次から触れるな。よし、食料ゲット。リサイクルして、パーツは、あー、高速バットを尽きる組み立てコスト、そんな感じか。結構必要だな。スターマップ行って、ここなら遺伝子ツイスターがある。進む先右下なんだけどね、どっちがいいかな。シニアホッチキスで、こっちには医療ターミナルがある。スパイクバイオマス、うつすぎ、エスティリナスとかライナス、あー、シニアホッチキス欲しいな。多分威力上がると。次回はちょっとこっち行こうかな。お楽しみに。ほんじゃまたな。